アラメダ地区の住宅アラメダ小学校アラメダは、アメリカ合衆国オレゴン州ポートランドの地区の一つで、ダウンタウン、ウィラメット川、カスケード山脈が見渡せるアラメダリッチの上に位置する。ノースイーストフレモントストリートは東西に走る、同地区の主要道路、北東33番通りは南北に走る、主要道路である。また、14.4エーカーの広さを持つウィルシャー公園に、 隣接している。アラメダの脇道は丘に巻きつくように敷かれ、アーツクラフト風の住宅やコテージに続いている。アラメダは、ボーモントビレッジとハリウッドディストリクトのビジネス地区の間に位置している。アラメダ地区は、1859年に、ウィリアム・シー・ボワリングと、妻イザベルが、同地の所有を主張したことで設置された。この地域は、 北東33番通りとフレモントに砂利の穴ぼこがあったことからグラベリーヒルロードと呼ばれるようになった。1909年アラメダランドカンパニーがアラメダパークの区画整理を行ったことによりポートランド市に編入された。アラメダの名はスペイン語でポプラや箱柳の木を意味するアラモに由来している。アラメダとは厳密には ポプラ並木の散歩道や公共歩道のことを指すが、拡大に解釈され、並木道と意味で通っている。アラメダ地区には、ポートランド公立学区に所属する、アラメダ小学校のほか、ザマデリンスクール、カトリック系の小中学校が一校ある。エリオット・スミスのアルバムイーザー、オアに収録されているアラメーダは、アラメダ地区のアラメダストリートを主題にしている。ありがとうございます。